ツイキャス。あ、OK です。よろしくお願いします。はい、お願いします。10秒前です。あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。どうもきんぴらごぼうです。よろしくお願いします。富川森光という男には夢がある。おーすごいな、急に。なんで夢って。100円欲しい。小さいな。100円でいいの。富川森光にはヒーローになりたいという夢がある。あー、ヒーローね。それの方がいいよ。でもその夢より100円が欲しい。どういうこと。それよりもはるかに100円が欲しいってこと。100円が欲しすぎて人を殴ったこともある。最悪だな。100円を探し求めてフランス、スペイン、ドイツなどの国々を回ったこともある。いや、ピースボートか、お前。いろいろ回って、いや、そこ回るより終わり、そこ余計旅費かかるよ。しかも絶対100円はさ、日本の方にいっぱいあると思うし。100円さえあれば、女、権力、なんでも手に入る。うん、無理だろう、絶対。なあ。俺100円持ってるぜっていう男に、女は絶対ついてこないと思う。だが、100円よりももっと欲しいものがある。欲しいのあるんだ。なんでそれ。200円である。うん、じゃあとりあえずバイトしようか。どうもありがとうございました。キラキラ光るお空の星よ。はい、ということで始まりました。 FM ギノワン FEC チューンド木曜日、きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星さまラジオ。ということで、今日はオーが眺めてね、はい、帯を引きましたけれども、うん、大貞春でございます。大貞春ですか、はい、あの往年の、うん、違う。新成人のね。別のやつがいるんだ。新成人の別の大貞春がいるんだ。うん、デジ怖いな。いいんですけど、はい、はい、ということで、自己紹介からしましょうか。やりましょう、はい、僕たちはですね、沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC という事務所でお笑い芸人やっています、きんぴらごぼうの金城大河ときんぴらごぼうの富川森です。よろしくお願いします。お願いします。そこなんかかける必要あった、そこ。とても卑猥な感じで聞こえなかったんだけど、放送には載せられないので。チーンはちゃんと聞こえてたのかな。聞こえてましたかね。よろしくお願いいたします、はい、僕たちです、沖縄のお笑い芸人、FEC の芸人がですね、この時間帯、うん、FM ギノワンさんのこの23時の時間帯、はい、毎日特会引っかえでお送りしていまして、木曜日は僕らきんぴらごぼうが生放送の日となっておりますので、そうなんですよ、付き合いよろしくお願いいたします。おいおい、こんなもんか。いつもどんなしちゃったあるでしょ、なんか、そうですね、近所報告的なね。あ、そうですね、うん、まあ、オープニング漫才も、はい、これね、まあ、毎日やってるんですけども、今週のお題が夢でしたっけ。夢で、はい、トータルでね、うん、みんなやってましたけれども、いかがだったでしょうか。オープニング漫才いかがだったでしょうか、ね、これ俺最近他の芸人が聞いてないんだけど、はいはい、どんなのかな、はい、どんななんですかね。僕も聞いてないですね。意識して一応やってはいるんかな。
わかんない適当にやっちゃってるけど僕ら、うん、はい、ということで、はい、まあはい、どうでしたか、どうですか、この1週間、この1週間ですね、はい、まあね、うん、この前の15、16日はですね、はい、2日間とも僕なんかが所属してる、事務所 FEC の、はいはい、旗揚げ23周年記念公演が 2days で行われまして、やりましたね、無事皆様のおかげで大成功を迎えることになりました、ありがとうございます、ありがとうございます、お客さんで来ていただいた方もいらっしゃると思いますので、はい、ね、本当に助かりました、ありがとうございます、はい、いや忙しかったね、忙しかったですよね、忙しかったね、なんか、うん、こうファシャファシャってなってたね、結局俺当日までなんか必要な道具わからないままだったからさ、あー、だからちょっとね、うん、あの今回はちょっと僕もですけど、うん、なんか全体的に気が抜けてたかなっていうのも、まあ忙しいのもありますけど、他のね、はい、仕事も重ね重ねやりながらだったのでね、ちょっとまあでもライブ自体はすごい盛り上がりましたね、大成功だったので、久々になんか、はい、久々にというか、まあ毎回盛り上がってるんですけども、はい、今回はまたよりさらにグッとこう、うん、なんていうんですか、クオリティを上げて、うん、いや、お客さんも楽しんでいただいてる感じだったので、よかったと思います、とても良かったですね、はい、ありがとうございます、その僕なんかのネタも結構、うん、いろんな人から、うん、あの面白かったっていう声いただきまして、あ、いいですね、はい、俺は一回も聞いてないんです、あ、そうなんですかなんか結構あの先輩の芸人だったりとか、うん、マネージャーさんだったりとか、うん、あのまあまあその内地から来ていただいた、うん、僕なんかの大先輩の、うんうん、高橋さん、高橋さん、日賀高橋さんね、日賀モエルさん、日賀モエルさんからも、うん、ちょっと良かったねって言っていただいて、ありがたいですね、はい、僕なんかちょっとその、うん、まあ、こんなこと言ったらあれですけど、うん、あのアドリブっぽい感じでわざと入れたところがあって、うん、そこも結構反応良くてね、うん、あの騙されたって言ってました、ね、あ、良かったですね、はい、いや、そういうことですよ、うん、ね、いや、でもきつかったな、はい、この土日が一番大変だったな、そうですね、まあまあでもそれも終えたことだし、うん、まあまあでも気が抜けないんですよね、僕らもなんかいろいろありましてね、はい、ん、今日が20日だよねってことは、じゃあまだまだ10月もいっぱいいっぱいありますね、一応、うん、あるのかないのかってことか、うん、って感じですけれども、まあまあこんな話もね、またこの後いっぱいやっていきますので、やっていきましょう、はい、お付き合いよろしくお願いいたします、はい、メールアドレス紹介しておきましょうね、メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com こちらまで、メールお待ちしております、よろしくお願いいたします、はい、そうですね、シミとかでもいいのでよろしくお願いしますね、いや、シミね、うん、こうシミの二言だけを送ってくるということですけれども、はい、意味わかりますかね、皆さんは大丈夫ですか、この BGM ならちょっとさ、怖いな。この時々ないところある。もう怖いな。いや、いいんです、いいんです。無理してかけないでください。ごめんなさい、ごめんなさい。はい。はい。あと、ツイキャス、ユーストリーム、サイマルラジオ等でも同時生配信しておりますので、そちらの方からのコメントも、どしどしお待ちしております。お願いします。はい、お願いします。いっか、ここぐらいで。そろそろ。はい、CM 行きましょうか。はい、それでは、1時間生放送、お付き合いください。一旦 CM です。はい。はい、例えば CM 行っておりますね、 CM ですけれども、はい、いろいろツイキャスの方反応ありますので、はい、中田の猫さん、はい、中田猫さん、中田猫さん、はい、こんばんは、旗揚げ公演お疲れ様でしたということで、あ、お疲れ様です、はい、ありがとうございます、うん、中田さん、あ、中田さんさ、はいはい、こう僕なんか FM ギノワンで、はい、こうあの僕なんかのライブ、仲良くいトークライブ、はいはいはい、実際来ていただいた方、あ、らしくて、そうですね、なんか写真撮ってましたよね、帰った後に多分写真一緒にみんな撮ったんですけど、はい、はいはいはい、ありがとうございます、本当にありがとうございます、俺なんかのラジオ聞いて知ったらしいよ、あ、そうなんですね、そうそうそう、ありがたいですね、ありがたいですね、うん、また何かあればぜひぜひ、うん、遊びに来てください、遊びに来てください、はい、はい、オリトマさん、はい、8連続ライブお疲れ様でした、うん、ということで、そう、はい、8個もライブやってね、うん、きつかった、うん、10秒前、はい、はい、まあ、そうそう CM 上がります、はい、ヒデノブです、ラジオ名言います、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ、さ
さあということで生放送でお送りしています FM ギノワン FEC 中道木曜日キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオでございます、はい、今回で16回目の生放送お付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。なんで笑ってたかそう大丈夫、ちょっとあの、うん、僕マイクを、うん、あのちょっといつも立てて使ってるんですけど、うん、あのツイキャスにめっちゃ被ってるなと思って。そうそうそう、いやけどもうこれお前あれ、はい、4週前ぐらいからずっとこうだったよほぼはなんか顔わけわからんことになってるらしいと思って意味がわかんない状態だった。はい、はいはい、ということですね。コーナー行きましょうか。行きましょう。はい、こちらのコーナーです。沖縄自由研究。ここでは沖縄でラジオをさせていただいて、なおかつ沖縄の芸人ということですので、沖縄のことについていろいろ研究調査をしていこうというコーナー。自分たちの沖縄力の向上と同時にリスナーさんにも沖縄について詳しくなってもらおうという魂胆になっております。はい、いやまあおなじみこのコーナーなんですけれども、うん、今回はこちらのテーマ、はい、きんぴらごぼうを知ってもらおう第2弾。はい、お願いします。ありがとうございます。ということで今日は、うん、僕たちきんぴらごぼう、はい、毎週お届けしてますけれども、うん、僕たちがね、うん、そもそもどういう人間だったのかという、うん、まず誰よということをね、うん、細かく掘り下げて、うん、掘り下げて皆さんにレポートにまとめてもらって、うん、文部科学省に提出してほしいなという、はいはい、ノーベル文学賞取らせてください。うん、お願いします取らせてくださいって意味が分かんないよなごめんね。すごいですねボブ・ディランさんね、うん、あの異例みたいですよこのミュージシャンがなるっていう、はい、でも一番すごいあれですよね、うん、昔の方ですよね。そうそうそう、すごいね、歌詞もあって一番やっぱりでもなんだろうな、賞をいらないって思ってるのはボブ・ディランさんらしいですよ。おそうなんですか。分かんないですけど、ノルウェースウェーデンの店長さん情報ですけどね僕なんか先輩芸人怪しいな。 その情報、あの人は何でも言いますかね、適当、うん、適当というかなあの人の持論ですけどね、あの人の情報源ほぼウィキペディアだから、ね、そうなんですよ、ね、でもすごいよね、うん、あそこまでなんかウィキペディアを覚えてるっていうのも確かに、うん、インプット量がすごいですね。はい、はい、ということで、まあ、僕なんかのことについていろいろ詳しく、うん、詳しくというかちょっとお話ししていきたいと思います、はい、お付き合いお願いしますね。お願いします、はい、そもそもですけれども、うん、まあ、僕とタイガが出会ったのが小学校6年生の頃なんですよね、うん、6年生ですね。でそれまでどういう、まあ、人間だったのかというか、うん、まあ、どういうことをしてたのかみたいな、うん、まあ僕なんかお互いも知らない思い出を出会う前を、ね、出会う前をちょっと語っていこうかなと思うんですけれども。なるほどね。あ、いいですいいです、はい、僕はですね、はい、あの保育園がちょっとその、まあ、キリスト の、うん、あの教系のなんかキリスト教なんか星の子学園っていうちょっとその、うん、なんかちょっと歌歌ったりとかするところ、うん、だいたい保育園歌歌わない？あるじゃないですか、そのなんか僕わかんないですけど、うん、どんな歌だったか、うん、なんかそのキリスト教の歌みたいな、あ、なるほどね、あるじゃないですか、はい、あんなの歌ったりとか、はい、その卵探すイベントがあったりとか色付きの卵を、これなんか、あ、なるほど、なんか、うん、なんだっけあれ、なんか海外のかな、なんていうんだった、うん、イーストー、あー、そう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 、イースターイースターイースターね、そのなんか色ついた変な卵を探すみたいな変なイベントがあったりとかするとこだ、うん、を入ってたんですけど、はいはい、僕はあの保育園退学しまして行きたくない保育園ね、はい、保育園がすごいなんか肌に合わなかったんですね、うん、保育園はな、うん、ちょっとね、で家にいてずっとその紙飛行機を折り紙で作って、うん、でその天井まで飛ばして、うん、一番天井にあの素早くこう刺さったやつが一番強い紙飛行機っていう遊びをやってましたね、うん、やべえやつじゃんやべえやつじゃん、だからその横に飛ばしたら結構飛ばないんですよね。なるほど、あのもうほぼボールみたいなもんさ、上にキュンっていくような、うん、キュンってもうすっごい鋭い紙飛行機っていうか天井に刺さるって天井が柔らかかったのか、あ、いや刺さらないですよ実際は、ツンってそうツンと届くっていう、なるほどなるほど、うん、そういうことね、うん、はい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 、いやー僕は、はい、僕普通のというか、あ、今あれが多いじゃないですか、小学校と一緒の幼稚園、うん、幼稚園か一緒こう併設されてる幼稚園があるんですけど、はいはい、僕はもう別の幼稚園行ってまして、はい、あ、なるほど、その初めて行った時に、うん、もう僕も嫌すぎて、あのこう先生のデスクがあって、はいはい、そのさらに上の棚の方にこう電話、うん、コキがあるんだけど電話のコキを見つけたら、はい、僕デスク登ってこう背伸びしてコキを取って、はい、あの僕おばあちゃん子だったんで、あ、おばあちゃんちの電話番号僕覚えてたんですけど、はいはいはい、おばあちゃんちに電話して、はい、あの
嫌だっていうことで電話したらしい。電話して。なるほどね。はい、うん、まあでもまあしばらく行ってたらまあ慣れて、うん、いろいろ遊んでますね。うん、で僕も折り紙、僕も折り紙で、あの紙こうコップを作って、はいはい、なんかコップみたいな折り方があるんですけど、はい、これでこう折りたたんで、はい、でこうパカってやったらちょっとこの空間ができるみたいなやつ、はいはい、のコップを作って、はい、これにあのこう麦茶が入ってるキーパーがあったんで、はい、それに麦茶入れてこう飲んでました。やばいやつやしょ。一回はいけるんだよな、あれな。一回はいけるんですけど、あのなんだろう、印刷紙の匂いをしながらこう、こう汚な折り紙のこう印刷の匂いをね、はい、こうしながら飲んでたり。とかしましたね、はい、うん、小学校1年生の頃なんですけど、はい、こう小学校1年生の頃ってだいたい4校時で終わるじゃないですか、うん、で明日 の, その黒板とか書いたり、黒板のなんか宿題とかこう時間割とかこうノートに書くのが、うん、結構僕遅い方で、はい、いつも残って書いてたんですよ、うん、1人で、うん、でその残って書いてて、うん、でちょっとそう遅かったりとかしたらなんかこうなんかちょっかい出してくるというか、なんかお前いつも遅いなみたいに言ってくるやつ2人組いて、うん、僕めっちゃイライラして、まあ、僕あの細くて結構キャシャーでちっちゃい感じだったんですけど、うん、あの持ってた傘で思いっきり殴った信号待ちの時にそしたら一応二度とそういうなんかこう言ってくることはなくなりましたね。やばいやつ絶対やばいだろ、キャシャーなやつが暴れた時が一番やばいだろいやでもなんかあれさ、何なんかちょっとうるさいさ、そういうの。まあね、うん、はいはい。あとエビを食べきれなくて、うん、エビ丸まま出たんですよ、はい、給食で、うんうん、で先生が絶対これは食べなさいって言って、うん、で先生がいない隙にこう包んでゴミ箱に捨ててから、うん、あの帰りましたいやー、うん、悪い子ですね、うん、1年生か1年生、うん、俺も結構悪い、僕も結構やばい。あ、そうなんですか。あのお友達の、はい、なんこれどういう経緯でかわからないけど、はいはい、お友達のなんかペンかな、何か消しゴムかなんかを、うん、こうか、なんでかわからないけど、うん、喧嘩したんかな、何それも原因もないかわからんけど、友達のこのなんかこの引き用具みたいなのをこう隠して、はいはい、でなんかその亡くなったみたいなことになって、あ、教室で大騒ぎになって、で俺がわかってるんだけど、で先生も多分俺が隠したって多分分かってたんだろうな。あ、なるほどね。先生が大学の中どこか分かるって言って、はいはい、いや俺分かりませんって、そこしらを切ってると、うん、分からないですっつって、うん、こう終わった後に、うん、なんかその、 あの学校一旦帰った後に、はいはい、こう多分家に電話があったんです。あ、その後お母さんと一緒に学校に行って、うん、こういうこういうことでこんなのやってましたよみたいなのを、うん、多分話されたんだろうな、はいはいはい、俺がいないところで話して、はい、でお母さんがこう教室から泣きながら出てきて、こう一緒にこうまた家に帰ってなんで泣いてるのみたいなことを言いながら、うん、こう帰ってた覚えとかありますね。なるほど。いやいや、俺多分相当やばいやつだったんじゃないかないや悪いやつっすね、それはもう。僕はあれ悪くないですよ全然そうちゃんと認めてますから、うん、やったことは。なんか俺多分やば、相当やばいやつ、多分その時に、うん、なんかいやそういうのってダメなんだろうなってなったんだと思う。なんか、おう、そうそうそう。鉛筆折って投げつけたことはあるけど。いや、やばいやつ。だからその、あれの時に、なんか、一人で書いてる時に、放課後、窓の外から、まだ書いてるばーんっていうのを、いやいやして自分の折ってる鉛筆折ってから投げて、窓の外のやつに。はい。いやー、やったね。1年生のところの思い出とか全然ないけどな。うん、でもこれぐらいですかね。でもまあ、1年生ってまだ行っても、ボーボーですからね、赤ちゃんボーボーですから、こう悪事は働いた感じがするな。 うん、それ以来なんかちょっとなんかちゃんとしたかもしれない。あ、はい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 。とかあのこう学校帰って、うん、こう近くの公園でこう道草食って遊んで帰ってきて、うん、はいはい、お家ただいまって帰ってきて、はい、お母さんがお帰りって言ってから、はいはい、あんた大丈夫、道草食ってきてないねって言われて、うん、大丈夫だよって言って、公園の滑り台で遊んできただけ、うん、いやそれが道草だからああそういうことかみたいな、この道草の意味を分からないで、ね、うん、はいはいはい、言ってたりとか、うん、まあでもタイガーはやばいやつですよ。俺は多分やばいと思う。小6の頃、まあ、何回もこれ話したんですけど、うん、あの僕の家でプチトマトを育ててましてで、まあそのタイガが一緒に学校行ってたんですけど、
あの僕が家から降りてきたら勝手にプチトマト食べてるんですよ毎日で、まあそれはいいじゃないですか。まあ食べてるな、いっぱいなってたんで、まあ別にまあこいつ勝手に食べてるなとは思ってましたけどまあそれは別に良かったんですけど、ある朝降りてったらこう雨の日で、あの雨がちょっと上がったぐらいで、あの僕のこう車と僕の家の車と壁の間にプチトマトがこう落ちてたんですよね、いっぱい雨降ってね、なんか、うん、それをタイガがあのゴルフボールを打つみたいな感じでパーンっていっぱい打っててカスカサでねぐっちゃぐちゃにしててこいつやばいやつだな。トマトなんか普通に食べてた、なんか食べるものみたいな感じ。まあまあでもいっぱいあり、本当にいっぱいなってたから、ね、めっちゃいっぱいあった、うん、聞くぐらい、うん、これなんだろうな、普通に食べてたんだろうな多分、うん、俺多分聞いたんだと思うよ、食べていいって一回。いや聞いてないかな、聞いてないよお前は聞かないよいやいいですけど別に、めっちゃ食ってたけどな、うん、あっちにお前ん家に迎え行ってピンポンつってはーいって言って、でこう準備するの多分5分か10分ぐらいかかる。ああまあまあちょっと僕も時間かかってますからね。あまあそれは全然いいんだけど、はい、そうそう、その間にこう食べる、こうトマトを食べるっていうこうサイクルね、毎日のサイクル。なんでちょっと毎日リコピン摂取してるもん美味しかったです、本当に美味しかった、うん、そんな感じかな。はい、そうそんな感じかな。小3の頃、うん、あのクラスで買ってた、うん、こう近所のエアポンプの管を外して、うん、こう数名でこう自分たちでブクブクブクってやっててこうそれ先生見つかって、はいはい、先生が泣きながら俺なんかの手を叩いたっていうのとかありましたけどねいやこれそんな怒られるかな、逆にそれだけで逆にいや怒るでしょそれ怒るかな、うん、怒るか。まあ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 、でも小5の頃ですかね、うん、このベランダでこうティッシュあるじゃないですか、うん、ティッシュをこう濡らして丸めて、でそれをあのベランダからちょうどこう道路が見えるんですよね、うん、で走ってる車に投げつけるっていう遊びをやっててしかも一人でなんですけどあと一人いたかな、友達あと一人二人ぐらいいたかな、はい、でもその人はなんかちょっと別に車に投げるわけではなく、うん、あのこう学校内に投げたりとかしてたんですけど、うん、僕は車に投げてて、その時に、うん、でその車に投げて、本当はこの車の上に乗せたかったんですよ全部、うんうん、でこれで上に乗っけて、なんか知らないうちにずっと上にティッシュついてたら面白いなと思いながら投げててそしたらこの運転席の窓にベチャって当たって、うん、その車があのそのまま学校に入っていったんですよ、うん、でその後校長室に呼ばれまして、僕初めて校長室で怒られて、なんかいい思い出だな校長室レベルね、校長室レベルまでなかったかな、さすがに僕は、うん、でも確かに今考えたら相当危ないからね。いやいややばいよ、うん、運転してる時にやばいやばい、なんか物飛んできたら事故るもんね普通に、うん、やばいよ、はい、いやよかったな、うん、よかったですね。でもなんかその目立って本当に人に血を出させたりとか、あの危害は加えて、あ加えてない、大きいことはしてないから、はい、いいんじゃないでしょうか、うん、本当に中途半端なあのちまちました悪いことをいっぱいしましたけど、やってたのか何なのかね、うん、っていう感じで、はい、僕なんかのじゃ小学校時代の悪ガキエピソードをお話しいたしました、うん、今度もなんかまたじゃあ中学校時代とかのお話をしましょうかね、はい、以上沖縄自由研究のコーナーでした。はい、コメント来てます、少し読みましょうか。はい、ありがとうございます。どこがいいかな、ここぐらいから読みますか。はい、ですね、賛美歌、賛美歌ですね、賛美歌、賛美歌、それだと思う、なんかね、はいはい、わかんない、歌ってなかったです。ノードンさんから来てますよ、はい、私もキリスト系の保育園に行ってた。おお、何これ、モロビトコゾリテ、モロビトコゾリテっていう歌ですかね、はい、歌ったり、はい、キリスト誕生の劇をしたり、ああいいですね、劇とかやったり、なんかオペレッタとかね、いやなんかそうですね、はいはいはい、楽しかったですね。あのクリスマスサンタが、うん、かあの雪だるま持ってきたって言って、うん、ただの氷見せられた、あってもなんかそんなのな、なんだわって思いましたけどね、届きましたーっつって、なんか発泡してるカパッて開けたかき氷見のみたいなおいおいおいあれひどい
どいよ、あれ。あれひどい、あれやらない方がいい。教育上悪いよ、マジで、あれ。そんなに子供ってバカじゃないから。感動しないから。ひどい、あれは本当にひどかったな。中田玲子さんから、はい、私は幼稚園嫌いで逃亡しました。ああ、うんうん、俺も逃亡したな。そんなもんなんですかね。ああ、した覚えがある。嫌、うん、だったな。僕なんか幼稚園の頃にあれが来た、はい、なんか、あ、いやいや、やっぱりいいです。小学校5年生の時に、はい、自然教室、自然学習の教室みたいなので、はいはいはい、あの小刻みインディアンさんが、ああなるほどね、来て。多分いいじゃないですか。組み立ての時じゃないですか。はいはいはい。めっちゃうんこのネタやってたんだけど、はいはい、死に爆笑して、ガーって笑ってて。いいですね。一緒になんか山を登った覚えが。ええー。そうそうそう。だからそんくらいですね。年の差とか。なんか不思議な感覚ですね。はい。こんなもんでいいか。これムルさんでいいのかな、はい、ありがとうございますね。入園式の時に唇を蜂に刺されてアヒルみたいな口になったのはよく覚えてる。唇刺されたんですね。怖いっす ね、 ね、結構な痛さじゃないですか。よく耐えきれましたね。多分歩くたびにプルンプルンってなってこう入園式、はい、面白いですね。すいません、ちょっと、うん、あのいろいろ読めなかった部分もあるんですけれども、はい、まあ、曲いきましょうか、はいはい、曲流してる間に紹介したいと思います。じゃあ大丈夫ですか、はい、こちらいきたいと思います。 E-Girls でごめんなさいのキスイングユー。はい、こちら今、はい、ラジオでは曲流れておりますが、コメントいっぱい来てますので紹介しましょうか。はい、お願いします。最初からいっぱい来てましたよ。これ先ほど読めましたか、うん、ノードンさんも旗揚げ公演大成功、パチパチパチ、ありがとうございます。ノードンさんも最近忙しくて昨日のことが1週間前に感じてしまいます。うん、結構いいですね。でオルトマさん、沖縄を変えた男もやっと見れた、タイが良かったよ、ありがとうございます、ね、いいじゃないですか。うん、結構すごいみたいでね、なんか反響もありがたいですね。大丈夫大丈夫と思います。イースター、はい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 ノードンさんが彫刻刀を投げたことあるって小学校の頃本当にこういう人はもうやばい人、本当にやばい人ですよね。だから痛さ、なんかカッター持ってるやつとか、急にカットなるやつね。そうそうそう、いましたね。いや、彫刻刀はやばいですよ、ノードンさん。なんか一応話したいよな、なんかその頃のこうとかな。でもそれが多分普通だよね。なんだろう、小学校の時とかやばいと思ってたけど、うん、多分今話したら多分なんかそんなのもう子供だから当たり前だろうって思うな、なんか。まあまあまあ、今の、はい、自分の弟、下の一番下の弟4年生なんだけど、小4なんだけど、はいはい、大丈夫かって思うと思う。なんか今後生活できるかみたいな、うん、大きくなったら意外とできるもんですね。そんなもんですよ、はい。中田猫さんがなかなか悪い子やね。ムルさん、どっちも大概のただの悪ガキじゃない。やばかったね。ああ、椅子投げるやつ、ね、いましたね。中田猫さんからコメントで来てますけど、はいはい、うん、いいですね。なんかな、いいこともいっぱいしましたけどね。うん、したした、うん、掃除は僕ちゃんとやりましたね。掃除とかね、あの通知表じゃなくて成績表にいつもこう、うん、森光くんはすごい、うん、あの自分の好きなことに対してはすごいあの能力をすごく発揮する、うん、ただ協調性がない自分の好きなこと以外はやらない、ただ掃除は一生懸命やりますって毎回書かれてましたね、いろんな先生から。どう扱っていいか分からなかっただろうね。やべえやべえやつ。下手になんかそのヤンキーみたいな子とかは結構やっぱやんちゃかもしれないですけど、うん、扱いは分かるのかな。あ、やりやすいかもしれない、ね、僕なんかは変な子ですから、ね、読めなかったと思う、先生たちもめんどくさいよ。ノードンさんから、はい、多分さっきほどのあれですかね、あの雪の件だと思いますけど、はい、沖縄が暑すぎて溶けちゃうんだよねって氷になっちゃうっていう。うん、一応多分雪で送っては来てるのかな。来てるんですかね。そうでしょうね、多分。いや別にいい、送らないでいいよってなります。見た時は本当感動しますから、生でね。見たことある雪？ある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 。そうかそうか。うん、いい
ですね、北海道とか行きたいですね、また雪、うん、ノードンさんが彫刻刀投げてからヤンキーの崇拝が始まったとあいつにはもうみたいな敬おうみたいなのになったんだよね、はい、そろそろ CM 開けて次のコーナー行きます、はい、お願いします。流れてるな。あ、いた、頭に当たっちゃった。きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ。はい、ということで毎週木曜日、この時間お送りしていますきんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオですけれども、じゃあ早速このコーナー行っちゃって大丈夫ですかね。はい、自分で解決お悩み自分相談。さあさあ、ということでこのコーナーはですね、事前に自分たちで架空の人物を決め、架空のお悩みを、決めて、そしてそれを自分たちなりに解決していこうというコーナーなんですけれども、今日はですね、僕のお悩みをちょっと解決してほしいなと思いまして、ちょっとある先生を呼んでいます。それでは先生、自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、二の腕が大好き、女性の二の腕が好き好き、鈴木産婦人科院長の楽しい妄想でございます。はい、はい、やめてほしいですね、こういうなんか本当に女性を冒涜するような。いや冒涜してね。ええー、そうですよ、もう本当に産婦人科とかも女性にとってはもうすごいあのちゃんとしたところですから、もうこんな女性を冒涜するようなことはもうやめていただきたいなと思います。今後気をつけます、はい、いいですけれども、はい。ああ、お悩みが今日、富川さん、鈴木妄想さんですか。いや、楽しい妄想、楽しい妄想さん、はい、毎回楽しい妄想さんですね。ああ、もう2週に1回は仕事がいっぱい、やっぱ役柄がありますね。すごいですね、ちゃんと免許も取ったんですね。これはちゃんと取りました、取りました、すごいですね、2年で取りました。2年取ったらすごいっすね、はい、脅威のなんか学習能力ですね。そうですね、ちょっとあの僕のお悩み聞いてほしいんですけども、はい、あの僕ですね、うん、丼物のお米が上手に食べれないんですよ。丼物といいますと、はい、例えば天丼だったり、天丼だったり、カツ丼だったりとか、はい、まあ、中華丼だったりとか、はい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 、こうちょっと丼物っていかんせんこう汁を含んでるものが多いじゃないですか、うん、あ、まあそうですね、はい、で後半らへんになりかけてくるとこう、うん、ご飯一粒一粒が汁によってなんか独立してきて、うん、はい、こう一気にまとめてつかめないわけですよ。うです、ね、こう器に手張りついて、ね、はい、手張りついたりとか、はいはい、でまあ、この年になったら犬食いするのもちょっと恥ずかしいな、書き込むのはちょっと恥ずかしいということで、うん、これをどうにか綺麗に食べたいな。そうですね、はい、まあ、産婦人科の僕が言うのもなんなんですけど、はいはい、まあまあ、いろいろ他に役職ありますので、はいはい、あの丼物協会の、丼物協会もあるんですね、会長もやってますので、はいはい、分かんないですけどとですね、うん、まあそのまあ、食べきれないということで、はい、丼物お米をこう食べきれないということなんですけれども、うん、はい、まあ、考え方ですかね。こう昔からこうお米一粒一粒にですね、こう神様がいるとまあ言われてますね。こうお米聞きますね、はい、だからちゃんと食べましょうみたいなことありますので、やっぱりこの、まあ、結局はこう神様をいただくということですね。いただくということですので、はいはい、あのもう君はもうゴッドイーターなわけですよ。ゴッドイーター、ゴッドイーター、神を食べるもの、はい、ゴッドイーター、はい、かっこいいじゃないですか。かっこいいですね。それを胸に秘めて、はい、こういただく、犬食いとかのこう恥ずかしさを、ちょっと結局はじゃあ犬食い知れってことですか。犬食いはなんかこうゆっくりこうスプーンかなんかで集めてこう一スプーンにパクっていくのもいいですけど、こうまあスプーンが、はい、まあ、外で食べた場合ってスプーンとかないじゃないですか。まあお箸とかになりますよね、
確か、まあでも、まあ、ちょっとゴッドイーターだということは、じゃあ、常に胸に秘めて。あ、わかりました。これはちょっとはい。ま、うん、まあまあ、秘めます。はい。はい。はい、まあ、じゃあ、その、方法として、はい。まあ、一個挙げられるのが、やっぱりこう、汁がジャケジャケして、うん。こう、へばりついて集めるのがめんどくさいので、うん、こう汁気を飛ばすために、はいはい。こう、2週間ぐらい放置するっていうのはどうですかね。いや食べないよ。放置してこうカピカピにしたやつを。座ってるじゃないですか。そぎ落としてパラパラチャーハンみたいにしてこう一気にスッといく。いやそれはやっぱ一番美味しい状態で食べたいですよ。そうですね確かに。はい。カンピロバクターとか。カンピロバクター。O157 とかなんか最近はあの食中毒になりやすいのでね、うん、乾燥させたら。やめましょうそれ。ああまあ一番いいのは、はい、なんかお茶とか入れてこうスッと飲むってことですか。お茶とよくあるじゃないですか。こうあなんかお茶漬けお茶なしに、はいはい、こうまあ、だしとかをかけて、はいはい、こう真ん中に集めて、はい、こうあのお茶入れてこう茶碗の中でこうお箸くる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 ってやったら、はい、こう水が回ってって最終的にこう真ん中にお米がこう踊り集まってくるじゃないですか。いや汚いじゃないですか、はい、なんかちょっとそれってやっぱその、はい、こう見た目でね、はい、綺麗に食べたいっていう、はい、こう僕のお悩みですから。綺麗に食べたい。綺麗に食べたいんですよ。いやもうお米を食べてる時点でもう君は綺麗ですよ。何を言ってるんですか。君はゴッドイーターなわけですから。なるほどね。はい、お米を食べもうこうお米ってい う, こうプロセスに汚いも何もないですもん君は。ないってことですね。君はちゃんと命をいただいてるわけです。なるほど。はい、もうその、はい、方法に汚いも何もないですもん。わかりました。はいこれはもう吹っ切れるしかないですね、これは。わかりました。じゃあ僕はもう僕の食べ方で。そうです。もう食べ続けます。今までどんな人食べてたんですか、じゃあ逆に。今までは、だからそう、はい、こう食べた後に、こう、お米へばりつくじゃないですか。はい。で、これを、まあ一粒一粒食べるのはもう僕めんどくさがりなんで。時間もかかりますしね。はい、うん。イライラしてくるので、はい、こうガッて集めて、こう口に、ガッとこう、うん、口をドンにつけて、うん、ガッと、かっこみまして。うん終了ですね。それでいいじゃないですか。誰もそれを見て君はうわダサいなと思わないですよ。まあね、はい、でもちょっとそう落ちちゃったりするさポロポロってそう口が甘かったりとかしてこう米がポロポロポロって逆にその口が甘いところもよしとなりますよ多分。なるほどね、はいはいはい、でということでこう服も喜びますしあ米きた米きたってなりますしこう喜ぶかな服は服はごめんなさい、うん、喜ばないごめんなさい洋服は喜ばないですけどじゃあということで、うんこの、はい、僕のお悩み解決しましたはい、はい、よかったです米を食べてるだけで人は美しいはい、はい、それですはい、うん、いいでしょうはい、はい、それでは、楽しもうぞ先生ありがとうございましたありがとうございましたはい、ということで、以上お悩み自分相談でした。そうですね。解決したのかということですけど。まあまあまあ、いいでしょう。どんもの。どんものね、はい。何が好きですか、一番どんもので。どんものはあんまり食べないですね。じゃあ、聞くなよおい。どうでもいいじゃないか、じゃあ。どんものはあんまり食べないですね。どんものってさ、うん、いいんだけど、うん、ちょっとテンション下がらん。俺はさ、なんかわからないけど。下がりはしないんじゃないですか。なんか。お家でね、なんか食べるときに、うん、今日はなんとか丼だよみたいな。あ、う、あ、ん。別に丼にしなくてもいいやつだっけよ。例えば。あ、でも三色丼とか。三色丼とかは、はい、テンション上がりますよ。うん、もうなんか、うん。例えば、ホイコーローが出たときね、はあはあ。ホイコーローご飯、スープで俺は欲しいんだけど、うんうんうん、別皿で、うん。ホイコーロー丼にしてくるときがあるわけ。いや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 。いや、それ皿洗いたくないんじゃないと思うけどね、うん。だからそのテンションの問題さ、ちょっと僕は。まあまあまあ。これをなんか、こっちにこうもご飯のもとにホイコロを持ってくるっていうところからなんかワクワクをしたいっていうか、はい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 、僕はそういうのあんまないですけどね結局タレがそうそうタレがそうなっちゃうじゃないですか、うんうんうん、ご飯に染みついちゃって、うん、まあでもそれもそれで美味しいですからなんでよしとしてるわもうそれも天丼いいね天丼ね天丼の俺その内地のあのサクサクした天丼が好きですね、うん、いいですよね天丼僕は海鮮丼ですけどね、はい、あ海鮮丼か、はいもう醤油を結構いっぱいかけて、うん、海鮮丼ほどもそうじゃない分けていけるやつじゃないああだからそうだけど、うん、例えばそれで引かないそれもう刺身じゃんそれ、うん、じゃあ刺身さ海鮮丼って海鮮丼は刺身まあまあタレがちょっと特徴あるのか、うん、ホイコロはどんなか分からないけど刺身ってこうなんか取りたいさいろんなの、うん、これとこれとこれと、うんうんうん、でもうみんなばらけちゃうさ種類があそういうことねでも海鮮丼はもうみんな平和に終わるさ、はいはいはい、ちゃんと、はいはいはい、種類が入っててそういうことですねそういうことかは分かんないけど確かに、うん、だと思います、
どうどんさんも三色丼好きということで来てますね。美味しいですよね、三色丼。ね、中田猫さんから親子丼好き。親子丼か。いいね、親子丼僕親子丼はちょっとあんまりかな。物によるんですけど、うん、あの三つ葉とかが三つ葉が結構好きなんですよ。三つ葉の中の匂いというか、はいはいはい、あれがいいですね。うん、はい、ということでじゃあ皆様からお好きな丼棒のコメントお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。曲いきましょうか。はい。次の曲がちょっと面白い曲ですね。僕が好きな曲いきたいと思います。ミスターチルドレンでアンダーシャツ。はい、曲流れました。そろそろもう終盤でございます。はい。最後までお付き合いください。愛知県のユーミンさんからツイキャスコメントをいただいております。ありがとうございます。遅くなりましたが、こんばんは。旗揚げ記念公演お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございますね。はい。こんな感じか。コメント。次、メールが来てますので、次読みましょうね。はい、メールもお待ちしておりますよ。一言でも二言でもよろしいので、お願いいたします。いやでも、うん、この、いいですね、ラジオ。ラジオ楽しいなと思いまして。ラジオいいですね。うん、はい、あります特に広がらないコメント何かあったかな。いや特にない。特にない。なんかさ、これをピックアップするほどのことでもないんだろうなっていう、うん、あ、最近ちょっと僕なんかその、うんうん、テレビの、うん、曲でちょっとその美術として裏方の、うん、そうなんですね、あの美術の仕事で入ってるんですけど、芸人以外のお仕事ね、もう本当にあの美術で、はい、道具制作で、そうなんですよ、お仕事してるんですけど、でそこで訪問したこう道具屋さんが僕なんかの友達のお家でして、うんうん、そう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 、なんか沖縄ってやっぱ狭いなと思いましたね、すぐ繋がりますね、ぽいなと思ったんですけど、はい、いやいやいいですよね。がっつり近い、すぐだよね、だってね、すぐですよ、結構もう多分会おうと思えれば会うし、うん、会わないと思えば会わないんだろうなっていう、はい、それで言ったらこうミキさんも、うん、なんかその僕なんか の、うん、あの先輩の、うん、よくお世話になってる、うん、まーちゃんさんの、うん、ラジオのミキサー やってたこと AD ですかね、 AD ね、 AD をやってた、アシスタントディレクターでございますね、はい、アシスタントディレクターやってたりとか、そういうつながりもあったりしてね、はい、じゃあミキさんはじゃあいろんなお仕事やってるわけですね。そうです、はい、バイト3個してます。うわ、そうなんです、すげえ、バイト3個すごいですねそうなんです、来年東京行くんで、お、歩いてです、あ、そうそう、ごめんなさいね、僕が悪いですよ、まず、僕が悪いです。じゃあ就職するってことですか、あっちで。すごいですね。そうなんです。ちょっとどこに行くかは、じゃあちょっと、そうですね、後から行こうか、後から、ね、卒業する時ぐらい、卒業する前日ぐらい、はい、行きましょう、聞きましょうか、どこに行くんですか、はい、あの終わる3秒前ぐらい、みんなには聞かせないって聞かせてってなるとこ、コメント、そうですね。じゃあその時はなんかお祭りしましょうか。ああ、しますね。なんかそういうもばあのコーナーにしますので、そうしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ミキサー、ミキさん会。はい、やりましょう。はい。すごい、あの山崎さんが去った時にはやらなかった。いや、山崎さん急だったのよ。そう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 。急だったのね。そうそう。また戻ってきた時はお帰りなさい、やりますね。はい、うん、中田猫さんからコメントで、森光さん写真に写ってなかったので残念でした。あ、今撮ってください、うん、今撮ったらまたお話一緒に映りたかったってことだよねすいません、ちょっと僕、はい、あのその場にいなかったじゃあまあまあ、はい、次また劇場とかに遊びに来ていただいたらお願いします。お願いしますね。ペーターさんが泳いでいくのもちょっと無理ですね、東京はな、さすがに。いや、サメもいるらしいので沖縄は最近。あ、そうですよね、なんかサメ魚で釣ったりとかして、うん、3匹目ゲットっていうことで、ちゃんと、はい、全部駆除できたんじゃないですかね、うんうん、いや怖いね、サメね、ホウジロザメって本当のやつ、ね、ね、すごい、上手みたいなやつでしょ、じゃあ上手、うんうん、そう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 、みたいですけど、終わりました。あ、まだか、ちょっとこれ長めの曲なんですよね、あと1分、そう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 、そうですね、めんどくさい曲
アンダーシャツっていう曲です、ね、中田猫さんがサメ好きなんですよねってサメってサメ好きなんですよねってなります？猫とかなら分かりますけど、中田の猫さんが好きってことですかね。多分だと思う、はい、だと思うけど、サメのどこが好き？どこが好き？まあ、でもかっこいいっちゃかっこいいですもんね。確かにね。シャーク、あのさ、僕もこう小学校の時に、はい、仮面ライダーの今時間帯に、うん、あのカブタックっていうやつの分かる？カブタック、なんかロボコンみたいな、そうそう、ビ、はい、そうそう、カブタック、はい、側転してあの股から顔が出てくるやつがあるんだけど、はいはいはい、これがめっちゃ面白くてですね、これの敵がサメだったんだけど、サメがめっちゃかっこよかった、サメのやつが、そうそうそう、見てほしい、カブタックで検索してください。中田の猫さん、中田の猫さん、カブタックのサメ、うん、大きいロボットもあるんだけど、はいはい、あのとんでも上手って言うんだけど、どこれ、あ、10秒、すいません、すいませんはい、曲開けたらお話しいたします。まだ元に戻ってるかい、これ大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの？キンピラごぼうのキンキンピラピラお日様ラジオ。生放送でお送りしています FM ギノワン FEC チューンド木曜日、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、生放送でお送りしています、はい、あの僕のお母さんはお前なんかのラジオつまんねえなーって言ってました楽しくやっていきますので、はい、よろしくお願いいたしま す。メールから読みますか、うん、メールから読みましょうか、はい、来てるみたいですので紹介させていただきます、ラジオネームお笑い大好き高校生さんよりいただいておりますよ、ありがとうございます。きんぴらごぼうのお二人こんばんは。こんばんは。旗揚げ記念公演お疲れ様でした。私は初日のメインステージに行きましたよ。きんぴらごぼうさんのネタ面白かったです。喜劇は感動しましたよ、ということでいただいてますね。ありがとうございます。いやー、よかったよかった、はい、今日はまともなメールですね、うん、いつもまともいや、いつも面白いなんかいつも、あ、ちょっとアクセント聞いてる、ね、急に大喜利あったりとか、はい、いや、また楽しいメールですけれども、はい、大喜利お待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。高校生さん、ありがとうございました。お願いします。はい、次も来てますよ。きんぴらごぼうさんこんばんは、何ぬねのおどんです、ということで、ありがとうございます。旗揚げ記念公演お疲れ様でした、はい、3つだけライブ見に行きました。旗揚げは毎年お祭りみたいでとても楽しいですね、と。ありがとうございます。きんぴらさんのネタ面白かったです。タイガーさん歌も上手でした、という、 ありがとうございます。歌のね、あのライブもありまして、うんうん、今宮古島に来ています。そうなんだ。初めて来たのでテンション上がっています、昨日は伊良部大橋に、明日は伊良部大橋に行ってきます。ただの近所報告でした、ということで、いや、ありがとうございます。いいね、いいね、宮古ね、うん、僕行ったことないんですけど。僕もないです ねいいな、なんか、うん、今の時期の宮古ってどうなんだろうな。どうなの、なんか宮古って結構都会って聞くからね。ああ、そうなんだ、うん、何でもあるみたいで。いや、いいですね、はい、宮古、あの早手丸っていうラーメン屋さんが唯一宮古にあるみたいですので、はい、お時間あればぜひぜひ行ってみてください、はい、ありがたいね、ライブも来てもらってありがとうございます。3つだけって言ってるんですけど、もう3つ、3つもね、だからよね、はい、いやー、ありがたいわな。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ最後のコーナー行きましょうか。はい、行きましょう。物語リレー。このコーナーはタイトルだけを頼りに即興で物語を作っていくコーナー。僕と森光三往復の間に物語を終わらせていきます。どんな物語が生まれるのかお楽しみに、ということで、今回の物語のタイトルがこちら、発火、当たってるこれ、はい、発火雨の天才、はい発火雨の天才です。発火雨の天才ね、うん、大丈夫かな、ちょっと今、なんだろう情報が今バグってきようだからどこで区切っていいのか分かんなくて、何残っちゃったんだけど、はい、ハッカー雨の天才ってことね、オッケーオッケー、はい、ということでこれでいきたいと思います、はい、今回は誰から、タイが始まりで僕終わり、終わりか、はい、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあそれではいきましょう。タイトル、ハッカー雨の天才。昔、本島から離れた小島で一人研究をしている者がいました。
パクチョイ博士と呼ばれている博士が一人小島の方で研究をしていました。この人は世界征服を企むためにあるウイルスを研究をしていました、今日こそ新しいウイルスを作って全世界を俺のものにしてやるということでやってたんですけれども、いざ研究を始めて最終段階に行こうとしたその時、計算抜兵って機械が全部壊れてしまいました。うわ、せっかくの研究が、うわ、台無しになってしまった。くそー、せっかく作りかけてたウイルスが。でもウイルスはどうにか完成していました。うわ、一応残ってたんだウイルス。よし、これを本当にばらまくぞ。え、全然ハッカー目出てこないやし。え、その博士はハッカー目が好きで、で故障した勢いでこうできたウイルスの DNA にこうスースーするという。違うな、ちょっと違うな、ちょっと違うな。最初からやろこれ。最初からやろ、うん、昔あるところにハッカー目が好きな少年がいました。はい、その男の子の名前が、匠だったんですけども、その匠くんと いつも遊んでる女の子3名で今日もシーソーで遊んでいたところ、匠くんが持っていたハッカー目がシーソーからピョンと上に上がり、向かいに乗っていた、みくちゃんの喉に突っかかってしまいました。あ、やばい、喉に突っかかってしまった。あ、でもスースーからちょっと気持ちいいな。あ、でも息が苦しい。あ、でも気持ちいいなってなっていました。それを見たたくみくんは、あ、なんかあの僕のせいじゃない、なんか自然現象的なことで送ったけど、なんか僕もちょっと罪悪感あると思って、あのどうしようかなと思ってみくちゃんの背中をポンと思いっきり叩くと、ハッカー目がポーンと飛んでいきました。そのハッカー目は思ったよりポーンと飛んでいき、みる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 飛んでいき、その途中で生命が宿りました。そうです、ハッカーアメマンになったのです。ハッカーメマンは生まれながらの天才でした。ハッカーメマンは、すぐさま世界を平和にしようと思い、世界中にある核爆弾を発火の成分に全て変えました。メンソールね。うわ、爆発するけどめっちゃスースーするらしい。全世界で武器を持っていた、軍隊たちはすぐさま戦争をやめ、世界はあっという間に平和になりました。うわ、ハッカーメマンのおかげで世界が平和になったよ。ミクちゃんありがとう。タクミくんもありがとう。タクミくんもミクちゃんもハッカーメマンも世界からこう注目を浴びて一躍有名になったのですが、ハッカーメマンだけ好かれませんでした。いや、ハッカーメマンってみんななってました。ハッカーメから手と足が生えてるだけでした。しかも最悪なのは、ハッカーメマンはずっと息するときにスッスッスッと、こう自分がスースー、自分もスースー言ってたので、周りから嫌われていたのでした。それにハッカーメマンはある悩みがありました。俺いつもずっと全身がスースーしてるねんって。なのにみんなからも嫌われて俺つらいねんと匠くんに言いました。すると匠くんはハッカーメマンにこう言いました。うん、僕も実はグレープ味の飴が好きなんだ。ハッカーメマンはすごく悲しくなりました。そして、ハッカーメマンはアマゾンのジャングルの奥地に行きました。そこで、人間たちではなく動物と仲良くなろうと思いましたが、ハッカーメマンはあのスースーしてるからちょっと動物にも好かれませんでした。世界を平和にしたハッカーメマン、しかし自分が一番不幸な状況に追い込まれて、ハッカーメマンは途方に暮れていました。するとアマゾンのジャングルの奥地から
たくみくんが現れてきました。ボロボロのたくみくん。たくみくん、どうしてこんなとこまで。やっと見つけた、ハッカメマン。君を助けるために、これを持ってきたんだ。たくみくんが差し出したのは、日記飴でした。日記飴、あの独特な、あの、八つ橋とかにも使われてる日記じゃないか。そう。君がスースー、君のスースーをこの日記のこの雰囲気で、どうにか、緩和させることができるはずだ。さあ、これでみんなの前に動物たちと仲良くなるがいい。こう日記飴をもらったハッカメマンは、喜び勇んで動物たちの元へ駆け寄りました。はい。そして、ハッカメマンは動物とも仲良くなり、人間とも後々仲良くなったのですが、しかし、ハッカメマンは自分を偽っていることに苦しくなりました。こんな、自分を偽って生きていくぐらいなら俺は普通のハッカーメンに戻りたい。そう言ってハッカーメンは普通のハッカーメンに戻りましたとさめでたしめでたし、ありがたいですね。今世紀最大の出来でしたね。ちょっとこれなんかな、これちょっとダメでしたね。俺のクオリティが落ちてんな完全に。いやいや、あのね、ピーってなったんだわ、ずっと。あの、こう、脈打ってるやつ、ピーってなってるので。はい。あ、ということで、以上、物語リレーのコーナーでした、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう、エンディングいきましょう。メール来てますので、紹介しましょうか。はい。テケテケ。ちょっと待ってくださいね。これを紹介できなかった俺たち一生悔やまれる。ありがとうございます。ゆみさん。ラジオネームゆみさん、ありがとうございます。大学森光くん、敗退。敗退。ラジオドラマ、いつもはちゃめちゃで面白いわ。いつかコントか漫才化して聞かせてほしいです。ということで、はい。しましょう。やります。仮に何がいいですかね。なんかいつもね、最初のやつがいいんじゃない。最初のやつらへん、うん、こうアーカイブで残ってるんだね、YouTube にね。うん、多分、はい、それを聞きながらなんかコントにしたいと思いますね。はい。ということで、はい。ということで、来週も生放送予定ですので、はい、ぜひとも聞いてください。よろしくお願いいたします。お願いします。コメントも聞いてますが、はい、一回 CM 終わらせて、はい、ツイキャスさんの方でまたお続きありますので、よろしければツイキャスの方を見てください。お願いいたします。お願いします。以上、きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ。キンキンピラピラ、星に変わって、お仕置きよー。ぷっ。ありがとうございます。ありがとうございました。ラジオはギリギリで終わりましたが、ありがとうございます。はい、ツイキャスの方コメント来てますので、行きましょうか。はい、ありがとうございますね。ノードンさん、はい、来てますね。はやてまる、ホテル帰る途中にあったということ。お、よければ食べてみてください。でも、ラストオーダーが10。